キ,チとキキムサンパは、ザイール共和国、キンシャサ出身、オランダ国籍の元プロサッカー選手。主にアヤックスアムステルダム、ボルドー、マラガ CAF、アトレティコマドリード、マンチェスターシティ FC などでプレーした。また、U-20、U-21 オランダ代表として28試合に出場している。ポジションは、左サイドハーフ。瞬速とフリーキックを武器とする。 ザイル・キンシャサ生まれの無産パは、アヤックスアムステルダムのユースに加入し、2シーズンで31試合に出場し、6得点を記録した。1997年、1998フィファワールドカップに、オランダ代表として出場することを目指し、さらなる経験を積むために FC ジロンダンボルドーに移籍したが、フースヒディンク率いる代表チームのメンバーに名を連ねる。 ことはできなかった。フランスで2シーズンを過ごした後の1999年、スペインのマラガシ FA 移籍。ここでは4シーズンで94試合に出場し、22得点を記録した。2003年、マラガとの契約満了に伴いアトレティコ・マドリードと年俸300万ユーロの5年契約を結ぶ。遺跡初年度は26試合に出場し2得点を、 記録したものの2年目には控えに降格し2004から05シーズンは12月末までで8試合の出場にとどまった2005年1月プレミアリーグマンチェスターシティ FC へレンタル移籍シティでの初ゴールはリバプール FC 戦での試合終了間際のボレーでのゴールでありスチュアート・ピアース監督にシティでの初勝利をプレゼントすることとなったまた 2から1で勝利した、アストンビラ FC 戦の2点目、UEFA カップ2005から06のミドルズブラ、FC 戦の同点弾を奪い、半年間で14試合3得点の成績を残した。2005年6月、レンタル遺跡が延長され、マンチェスターシティでの2年目を迎えた。開幕当初は、レギュラーとしてプレーしたものの、12月にポジションを失い、その後は不定期にしか、 出場機会を得られなくなった。また、出場機会の大半は、中盤中央でのものとなった。2005から06シーズン終了をもって、アトレティコマドリードへ復帰。2006年8月30日、フリートランスファーで、トルコのトラブゾンスポルへ移籍し、3年契約を結んだ。トラブゾンスポルを退団後、プレミアリーグのサンダーランド AFC の練習に参加したものの、 最終的には契約に至らなかった。オランダに帰国後、エールディビジの AG アルクマールの練習に参加し、2007年11月にシーズン終了までの契約を結んだが、2008年1月に契約を解除され退団となった。メジャーリーグサッカーのトロント FC でトライアルを受けるも、入団には至らず、2008年3月、 韓国、K リーグの FC ソウルと2年契約を締結。しかし、リーグ戦3試合とリーグカップ2試合に出場したのみで、両者合意の下2008年6月に契約を解除した。2009年3月14日、オランダのウィレム2と契約。2009年9月、フランスの FC メスのトライアルに参加し、親善試合で1ゴールを挙げたものの、 最終的に契約を勝ち取ることはできず、結局引退を発表した。U-20 オランダ代表として1995年、FIFA ワールドユース選手権に参加し、グループリーグの3試合すべてに出場したが、チームはグループステージで敗退した。その後 U-21 オランダ代表の主力として25試合、8得点を記録した。これは、現在でも出場数、 得点数ともにこの世代のオランダ代表としては上位10人に入るものである。また、マンチェスターシティでの活躍が評価され、ルーマニア戦及びフィンランド戦に向けた A 代表に選出されたもの、試合に出場することはなかった。ありがとうございます。